カモン、今週も始まりました、欅って書けない。どうも、司会のサルト須田です。お願いします。さあ、そしてこいつらが欅ちゃんだ。せーの、シャー。今回はそのご褒美として夏を満喫できるスポットにお出かけしちゃいます。私たちだけでは不安なのでゲストをお呼びしました。ロチさんです。よろしくお願いします。中国そんな人気あんの。まだテンション高いですね。ただすっげー天気悪いですね。マジで全然わかんない。やっぱありますからね、やっぱスターというのはね、湿気がすごくて髪質が変になっちゃう。なかなか髪の毛で天気わかるからね。さあ、ということで今日やってきたのは那須動物王国です。那須、まで行った。こちらはですね、園内に動物グルメ絶景癒しというロケに最適なものが揃っておりますんで、はい、どんどんリアクションしてくださいよ皆さん。あの、ちょっとスタッフさんにも言われてないんですけど、はい、1個だけこう守ってほしいことがあります。何ですか？ちょっと厳しいかもしれませんけど、はい、1個だけこれだけ守ってください、はい、楽しもう。楽しむことだけを守ってほしい。守りますか皆さん。はい、ありがとうございます。いい返事です。じゃあ皆さん、はい、楽しみましょうね。さあ、行きましょう。じゃあ行こう。さあ、まず、はい、こちら王国タウンです。動物がいっぱいいるということです、うんうん、動物が好きです。おい、ちょっと始まってるよ。何を勝手に喋ってんのよ。楽しんでるか。楽しんでるからね。楽しんでる。ほら、近くで見ようかな。見たら起きて、顔が見えないね、はい、ちょっと後ろの子たちも、はい、一回こっち来て、はい、あの、かわいいっていうやつやろ、はい、かわいいってやつやろ。あ、いきますよ。これでうまい下手とかもあるからね、うん、はい、ね、ほら、せーの、いいよ。あ、いい、うまい、うまいね。鈴本さん、うまいよ。鈴本さん、鈴本さん、うまいよ。顔隠してんね。あ、そうそう。あ、いいね。ほんでこっち向いて可愛いみたいなもん、カメラに向かって可愛いみたいなもん、後ろ向きになってるから今みんな顔カメラに向かって可愛いみたいなもん。ああ、いいね、いいね。こういうボケやるから向こう見て振り返って俺見てうわーみたいな。ああ、それの練習しよう。はい、はい、みんな向こう見て可愛いって言って、可愛い。ほんで、はい、こう中岡君見て、中岡君見て、いいね。中岡さんも嬉しそうですね。嬉しそうですね。最終組はこちらの3人。果たして人数分のバーベキューゲットなるか。だから、リサちょっと追い込んで、はい、そこは絶対いける。リサ絶対いける。いけ、絶対いける。リサいった。残り10秒。ダメだ。でも大きすぎる。ギリギリいった。最初の挑戦者は平手。レポートするのは用賀にあるステーキダイナーブルのリブロースステーキ。果たして専門店の味を上手に伝えられるのでしょうか。さあ、それでは準備が整ったようですから、うん、はい、呼んでみましょうかね。はい、はい、それでは中継先の平手さん。はい。どういった感じですか、店の内観は。すごいもうおしゃれで、うん、なんかこういう大きな木もあるし。観葉植物。大きな木かな。大きくもないですね。なんかポン酢があるんですよね。急にポン酢。ポン酢ピンポイントで。すいません、お待たせいたしました。はい、こちら。リブロースステーキ。うわー、すごい。これおすすめの食べ方とかありますか？自分は大根おろしとポン酢で一緒に食べていただいて。ポン酢使うとき来ましたね。ね、大根おろしとポン酢さっぱりと。じゃあいただきたいと思います。ポン酢。あ、ポン酢でね。どうしよう。いただきます。すごい。すごい美味しそう。これどう？お肉切った感じは？柔らかいとか。すごい分厚いですね。分厚い。柔らかいというよりは結構がっちり。
ってますね。いただきたいと思います。いただきます。残り20秒です。タレつけなかったんじゃないですか。おすすめの大根おろしとポン酢、とりあえず肉肉しいっていうことですか。すごい肉汁が口の中ですごい広がるし、うん、平手さん残り5秒なし締めてください。もう時間ないですよ。はい、ぜひ皆さんも食べてください。平手さん、あれ、はい、平手さん、ちょっともう中継切れちゃいましたね。切れちゃいましたね。どうでした？やってみて。美味しかったです。美味しい。そういうことじゃないの。グルメレポートの感想を聞いてんのよ。うん、やってみて。難しいですね、やっぱ。店員さんとのコミュニケーションもちょっと難しいし。うんうん、そのね、大問題になってるそのポン酢おろし事件。ね、店員さん一応しようしないで終わる。店員さん一応言ったんだけど食べてくれなかった。え、店長に怒られやじゃん。なんで使わなかったの。テンパっちゃって、うん、あと何秒って言われたんで。そっか、もうとりあえず食べなきゃと思って。今やってんの。最近やってない。あら、やっとく。久々にやりたいです、ね、やりたいんだ。やりたいの。今泉はノリノリなんだね。久しぶりだね。久しぶりだね。なんかちょっと声違くないか。ちょっと待って。確かに平手普通の声だったもんね。こんにちは。こんにちは。ちょっと違うね。ちょっと違う。どうしよう、できない。できなくなってる。頑張って。いける。あ、そんな感じかな。そんな。ちょっと違う。できなくなってるじゃん。なんか平手が知らない間に声変わりしてる。あれ、ごめんね。普通の声だ。平手の謝罪。普通の平手が謝っただけ。ごめんね、ごめんね。もう赤ちゃんできないんだ。ごめんね今泉。だから、まあ、新たな人探して。まずはまだ番組では出ていないあの子のここをいじってほしい。まずはこちら、平手が意外といたずらっ子。これメンバーはなんです ね。すごい大人っぽい感じを出してるんですけど、結構裏ではいたずらばっかしてて、ちょっと用意した VTR があるのでご覧ください。 V を撮ってんの。なになに、待って何待って。誰これ誰。鈴本は寝てたの。うわ、かわいそう。何これ、かわいそう。鈴本広めとてる。めちゃくちゃもうやんないって。いや、私もこれやられた。うわ、みんなやってるじゃん。うちもやられたこれ。みんなでもだってベッドは寝るためにやるのに、寝てたらあれやられちゃうの。地獄の現場じゃん。そのベッドで私がこの間寝てたら、鈴本が急にもう子供みたいにジャンプして、すごい私バウンドして、バヨヨーって仕返しされたんだ。遊んでくるから。仕返ししてるじゃん鈴本も。あーじゃねえよ。なんだそのリアクション。さあ、ヤンキ坂46を全国へ広めよう、サードシングルキャンペーン in 京都。これいいな。本当だ。ということで八坂神社という有名な神社に、おー、ついに関係読んでますね。みんな京都どうですか。イエーイ。結構だな。走行しているうちに駅に到着。早速ポスターを貼りサインを記入したところで、お、お、なんか、お、なになになにだよ。怖い怖い怖い。読みます。そういうのもあるんだ。鞍馬口駅の近くに美の神様が祀られている河井神社があります。そこでヒット祈願を行ってください。美だって。美ということで、一行は駅の近くにある河井神社へ。こちらには手鏡の形をした美人祈願専用の絵馬があり、自分のなりたい姿を描くことによって美を得られるとされています。早速メンバーも鏡絵馬に挑戦。私唇薄いから唇厚く描く。そうね、悩みだもんね。ホットメイクしてるみたいな。ケチブッサイク。これでも絵心なかったよね。じゃあ順番に発表していきたいと思います、うん、じゃあ私からいきます。どうぞ。なりたい顔はでん、はい、これです。かわいい。かわいい。かわいい。普通にかわいい。普通に。じゃあ次はマナカ。マナカ。どう。普通。お。あ、でも似てるでしょ。似てるじゃん。じゃあ次。はい。日当てさん。はい。どう。出る。
じゃあ次はしーちゃん、はい、こちらです。何じゃあいきます。おだままどうぞ。じゃれん。目ゴキブリ。絵のうまさはさておき、メンバー揃ってエマを奉納。最後にフィット祈願も終え、無事に指令を果たしました。早速駅員さんを見つけ挨拶を済ませたところで、どこに貼らせていただけますか。うん、あ、場所なんですけど、はい、こちら側の空いてるスペースか、はい、向こう側人通りが多いところ。おお、いや、人通りが多いところ、ね、絶対こっちだ。絶対こっちだ。というわけで、人通りの多いエリアにポスターを貼らせてもらい、平手がサインを記入。おっと、おっと、おっと、おっと。スーザーを聞いてね、はい、あとここでちっちゃいんだけど、何何何足が長いから、足長いからね、並ぶ並ぶ並ぶ並ばなくていいんだよ。絶対これ身長はやばいよ、ダニやばあ、でもすごいもちもち、うん、うん、人気のいちご大福を堪能し大満足の一行、無事に2つ目の指令をクリアしました。ここで烏丸線チームは祇園の町で PR 活動を行うことに。